こんにちは。今日はですね、投資詐欺にかからない二つの方法をちょっとね、私なりにお話ししようかと思います。えまず、早速、一つ目なんですけども、私の場合は、投資案件が来た場合は、放送するんですよね。つまりは、投資案件に取りかかる前に、ネタとしてですね、こんな投資案件があるんですと、誘われたんですと、今、こうやってどうも考えてるんです、悩んでるんです、みたいなことを放送しますよね。まあ、実際は悩んだりはしてないんですけども、一切やらないと。 結局ね、投資に取り掛かろうとするときに、自分がもう得意分野の投資があれば、もうやらないんですよ。例えば今、私は FX が得意なんですよね。だから、他の投資話を持ちかけられても、まあでも FX でいいしなって思えるわけなんですよ。その前は暗号通貨でした。体の間のプレセールで、まあ、いきさつはいろいろあったんですけども、購入してましたんで、 まあいろんな投資話とかね、暗号通貨の案件とか持ちかけられた時も、まあ、体のがあるしもういいかなっていう感じで、あんまり熱が入んなかったんですよね。だからいろいろ投資筋よりも、一つ筋が通ってるのがあるからいいかみたいな感じで、ちょっと冷静になれたところあります。他に打つ手がなくって、藁をもうすがる思いっていうのが危険なんですよね。藁がピュッと差し出されますから。はい、ということですね。で、二つ目の 投資詐欺にかからないための方法としてはやっぱりねこれは難しいかもしれませんけどもよくこれは覚悟した方がいいっていうのはメッキができますかどうかってことなんですよ投資っていうのは誰かに任したら勝手にお金が増えるものではありません自分で見極めて資金を増やし減らしそれを繰り返してロスカットを受けながら徐々に増やしていくものなんですよでどの投資案件にどのぐらいの割合でいくか こっちの方にはどのぐらいのパーセンテージでいくか。つまり、ポートフォリオって考え方もあります。そして、投資案件一つ一つを、とにかくリードリードリード。うーん、分析し分析し分析して、読んで読んで読んで、見て見て見て、調べて調べて調べて。そして、かなりの時間をかけた後に、やっと一つの決断に到達するんですよ。ですんで、信頼ある人から誘われたものっていうのは、気をつけた方がいいです。なぜなら、回答だけをポンと与えられたら簡単でしょ 簡単ですけども自分の脳は使ってないんですよつまりはその投資案件が何かを見極められていないのになんとなく降って出たよいたうな話に乗ってしまったってことなんですよねこういうのはまずは冷静な判断が入ってませんからやめた方がいいですねとにかくね3か月なり6か月なり1年なり2年なり吟味する必要があるんですよだって生涯をかけるような資産になるわけですからそれこそね1年かけても2年かけても 十分なお釣りが来ると思うんですよ、ね、それでねあんまり考えすぎるとタイミング逃すよっていうのもキラーワードなんですよタイミングを逃したら自分の力量ではなかったってことなんで見送ればいいんですよなぜなら今しかないチャンスってのが毎日作られてるから別にその案件通り過ぎても新しいのまた出てくるんですよキリがないんですよじゃあ今までのね今しかない案件が今どうなってるかっていうとどうにもなってないでしょ結局は今までいろんな セールスマンが来て投資案件誘ったと思うんですよどうなってますその人たち今でも一生懸命いろんなものをセールしてるんじゃないですかつまりその人は投資で稼いだ人じゃなくて単なるセールスマンってことが分かるんですよセールスマンで手数料だけをもらってるけどもその手数料も雀の涙なんでもう繰り返し繰り返しセールしないとやっていけないみたいな感じですよねそれからこういった投資の話をする人が副業でやってるってのもおかしい話ですよね それだけで利益を上げれるんだったら他のことなんて全部やめてしまうのが合理的ですよね。だって時間は有限ですから。それこそ仕事が大好きだからっていう人もいますけども、仕事が大好きの中にね、人に投資事を進めるのが好きっていうのはちょっと外れてると思うんですよ。なぜなら人に投資事を進めて、その投資で他人が得しようが損しようが、その人のモチベーションには関係ないんですよね。 だからセールスををししてて手数料が入いるところに楽しみを抱いてるそれを仕事が好きっていうわけのわかんない言葉でまとめてるとしたらですね、まあ、それは見分けにくいかもしれませんでもそもそも仕事が好きってどういうことなのかっていうと金稼ぎが好きって言ってるのと同じなんですよもしくはね昭和の時代にいろんな作業がありましたよね世の中には工場作業が主でしたたまたま「いやー俺ね車のエンジン作るの好きなんだよ」とかね「バイク維持の好きなんだよ」っていうので仕事が好きっていうのはあったでしょう でも今の仕事が好きって何ですかねうん。それほど好きな仕事って残されてないと思うんですよ。うん。だからよろくね、その辺を考えてみた方がいいんじゃないかなと。はい、ちょっとごちゃごちゃ言いましたけども、あの、投資案件が目の前にぶら下がったときに、それが詐欺なのか、本当の投資案件なのかっていうことを見分けるのも自分の目ですよ。ね、ほとんどがインチキですよ。あやふなもの。 すぐに飛んでも仕方がないもの。だからお金を払った瞬間にそれはなくなったと思って、もうね、別のことを考えてください。そのお金がいつまでも現金になって帰ってくるんじゃなかろうか、元本ぐらい取り戻せるんじゃなかろうか、みたいに考えてるから、時間までロスっちゃいます。そして投資のセンスが鈍るんですよ。投資ってのは、損をしながらダメージを受けながら、痛感していくものなんですよ。ロスカットを受けながらね、持ち逃げされながら、そこから勝手に自分で学び取っていく、覚悟していくものなんですよ。 持ってかれるだけなんだだから他の人が儲かるんだみたいな感じです投資というマーケット全体で考えたら誰かが儲かってるんですよで投資の中にインチキ詐欺あやふやっていうそういったものも入ってるんですよだからまずはこれがまともな投資案件なのかそれともそうじゃないのかまがいものなのかってことを見分けれるかどうかってのがまず自分の目ですよ目利きですよそこにお金を払ったらそれが詐欺だろうがまともな投資でなくなったんだろうが同じって考えれるような覚悟が必要です さあそれではまともな投資に行き着きました仮にそうしたらどうしましょうまともな投資でも全損はあるんですよ、ね、先日私 FX で難品をして全損しましたそれはあるんですよだから全損してもかすり傷で済むようなポートフォリオを組んでくださいってことなんですよつまり投資に取り組むときに資金配分をどうするかっていうことぐらいは考えられないと投資のステージに乗る、まあ、その資格がないと言ってもいいですよね ただお金を持ってかれるだけ。そういう人が投資で負けて当然なんですよ。騙されたって被害者ずらしてる人いますけども、それは当たり前ですよ。あの、運転免許証を持ってない人がフェラーリ運転してなんで事故らないんですかってことですよ。ね。それをね、事故られたとか言うんじゃないんですよ。自分でやっちゃったんですよ。騙されたんじゃないんですよ。自分で飛び込んだんですよ。だからやっぱりね、軽自動車が安全運転できるようになって、それから保険をかけながら、 まずは車通りの少ない人通りの少ないところから徐々に徐々に慣れていかないとそして10年20年経ってやっと投資で儲けれるような自分が作れるんですよ、ね、そもそも投資のことをね何も知らずに勉強もせずに体験もせずにいやー無理でしょうそれはそんなうまい話ないですよ投資ってのは一夜にして儲かるわけじゃないんですよその一夜に至るまでが長いんですよこれ最後に一つの例え話します ハンコ一つで3000万。まあ、こんな話って昔よくあったんですよ。今でもあります。私もやってました。不動産事業です。不動産の契約書にサインをするときっていうのは本当一瞬ですよ。ね。でもその一瞬のために2年3年かけて地主さん、家主さん、それから、ああ、施工主さん、その他の方と協議を重ねるんでしょ。その途中で誰か一人が、ちょっとやめとこうかって言ったら全部ごわさんになるわけですよ。 つまりはそこまで積み上げて数ヶ月数年っていうのはパーになるんですよ。金銭的なものもかなりそこまでに費やしますよ。自分の身柄持ってかれて、コーヒー飲んだり、食事を共にしたり、移動、交通、いろいろあるわけですからね。その全部がパーになるんですよ。でも最後に印鑑一つ。もう印鑑押すのは一瞬ですよ。その一瞬の印鑑で取り戻せるわけなんですよね。投資ってのはそういうもんじゃないですかね。 色々ずっと積み上げて下積み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 最後の一瞬が本当に決まるまではわからないってことなんですよ最後の一瞬が決まって印鑑を押して自分の銀行口座に結果としての利回りを込みの現金が振り込まれましたその時があー唯一投資のリアルじゃないですかねあとそれまではずーっとね、あのー、幻想を抱いてるだけなんですよ投資で儲かるかもしれない自分は投資をやってるのかもしれないでもそれは全部投資ではなくってそもそもその 土俵の上にはは投資ってものが投資ってていカードは全くななことなんですよだから一番最初に投資なのかまがいものなのかを見分けれることぐらいは自分の目を持ってしないとね誰かが紹介したから大丈夫だろうみたいなのじゃないんですよ、うん、あのその誰かですら判断を間違うこともあるしあと肝心なのは信頼の向こうに詐欺があるんですよこの人の言うことなら間違いないだろうっていうふうに思わせてるからインチキなものを出してくるわけですからねご用心くださいねそれでは以上です